久遠の昔、世界に4つの希望が現れた。人は希望へと集い、4つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき4つの道。1つは朱雀、心をかける炎の翼。1つは白虎、地を抱きし鋼の貝の。1つは僧侶、空を渡る汚れなき瞳。1つは玄武、刃を秘める堅牢な盾。そして9と9が9を迎える時、根源なる意志、世界にフィニスを与え、世界の名はオリエンス。それは螺旋の内をめぐる秋と待つ世界。黒き暗黒の時代を切り開き、我らは希望の道を歩み出さんとしている。時は来た。そう、新たな時代の幕開けだ。ペリシティリウム白虎を擁するミリテス公国は、隣国である朱雀領ルブルムへの侵攻を開始する。宣戦布告と同時に国境付近へ集結していた公国軍はルブルム各地に進軍を開始。同時刻、別動隊によるペリシティリウム朱雀への奇襲を敢行。その部隊には武士が含まれていた。武士を用いた国土侵略行為、これはオリエンス4カ国が定めたパクスコーデックに対する重大な規約違反であった。魔導アーマーを主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウム朱雀は魔法をもってこれに応戦。その魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、公国軍の奇襲は失敗するかに見えた。しかし白虎ルシ軍務率いる特殊部隊が朱雀の攻撃をかいくぐり、新兵器クリスタルジャマーを発動。朱雀クリスタルの完全な無効化に成功する。魔力の源を断たれた朱雀軍は
戦力の大半を失い、なすすべもなく制圧されていった。皇国元帥シド・オールスタインは、朱雀174代院長カリア・シバル6世に対し、朱雀全軍の武装解除およびクリスタルの引き渡しを要求。クリスタルの加護を失った帰国に選択の余地はない。猶予は6時間。供給が飲まれる場合、我が軍の殲滅作戦により多くの血が流れ、朱雀はその名のごとく赤く染まるだろう。彼らにクリスタルの加護あり。9と9は9を迎えし時、四季なる底、脈動せし、そして始まりの封が切れし時、雷鎚のごとき小雨が響かん。我ら来たれに。彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。みんな、大丈夫か？赤いマントの若い兵を見なかったか？見てない。あんたは？俺も。いたぞ！殺せ！
あいつは、エースは。イーサマ、もう無理ですね。分かってる。ありがとうな。チチリ、少し休もう。お前の名前やっぱり変だよ。マキナの名付けは分かんないね。怖い。やだ、死にたくない。この足音、冷えた風
こちらクラスゼロ。コムは無事届いたようだな。名を失いし戦士に感謝をしよう。私が指揮官を務めるクラサメだ。諸君はこれよりスザククリスタルを封じている広告のジャマーを捜索、破壊してほしい。了解した。クリスタルの加護あれ。封鎖しろ。
まずは中央エレベーターを使用して空挺発着場に停泊している白虎機関を調べてくれ。諸君らにかかっている。クリスタルの加護あれ。この化け物め！逃げたのか。何だったのでしょう。先ほどの報告にあった部隊を発見。総統に移る。早く配置につけ。これより降下します。クイーンです。どうしました。通信のテスト。くだらないことで連絡をしないでください。くだらないって。そちらはどうですか。予定通り作戦を開始した。こちらもです。シンクのところは？はいはい、こっちも予定通り進行中。エイト、交戦中で忙しい。全員予定通りということだな。まだだ。
広告軍の胸をついた奪還作戦は朱雀軍の有利に運ぶかに思われた。しかし作戦開始から3時間、飛空艇部隊による突入作戦は実戦経験の不足や広告軍の迎撃により多くの部隊が目標に到達できず、作戦は困難を極めた。また陸上部隊も最大の武器である魔法が封じられたことで、その力を活かせないまま損害を重ねてゆき、未だ魔導員に取り付けてはいなかった。クラスゼロ、聞こえるか？こちら諜報部、朱雀を包んでいるジャマーの一部を発見した。飛空艇発着所にいる白虎機関の内部だ。案内するから向かってくれ。スイッチが見えるな。分かってるとは思うが、抵抗する連中に援助はいらねえぞ。艦内の装置に異常はないだと？バカな、現にここに魔法を使う奴らがいるんだ。
敵を閉じろ。
ろ。相当完了。破壊には魔晶石を使いな。撤収するぞ。やったな。機関が落ちる前に早く脱出するな。逃がすわけにはいかん。好奇の力思い知れ。レム、無理するな。あ、うん、大丈夫。それよりマキナ、クリスタルが。そうだな、クリスタルの力が戻ってきてるみたいだ。行こう、マキナ。一部地域で魔法の回復を確認。戦える者は施設前に集合せよ。新型魔導アーマーと思われる。直ちに向かってくれ。また目標に対して特殊軍神の使用許可が下りた。全力で当たれ。了解。特殊軍神って死ななくても呼べる召喚だよね。ラッキー。行くぞ。クポ。もう一度報告しろ。はい、6番艦の大破確認しました。イレギュラーな部隊がいるようだな。401部隊と903部隊はどうした。依然応答はありません。呼び続けろ。はっ。白夜一礼、白夜一礼、こちらくさび。先ほどの報告にあった161部隊の生き残りを呼べ。はっ。161部隊の魔法を使う連中を見たのは確かなのだな。は、はい。貴様はそれを目撃し逃走。その後部隊は全滅。間違いないな。はい。 この事実を報告せねば。おすめから逃げる者など我らミリテス公国軍に存在しない。
161部隊は朱雀の魔法攻撃により壊滅。片付けろ。はっ。ルシ君にでは朱雀クリスタルを抑えられないということか。ん？最悪。どこのネズミだよ。最悪。ワンパターンだな。もう飽きたよ。終わりにしよう。
元に戻った。ルシの力なのか。危ないところだった。あんたたちは一体そのマントの色。嘘。キュービ沈黙。ルシ君と通信不能。バカな。一体何が起きているんだ。スザククリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ、スザクのルシが現れました。204部隊、208部隊、方針途絶。総員撤収準備。スザクにいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ、早くしろ。本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっ。ここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間、赤のマントをまとったアギト候補生クラスゼロの活躍により、スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。この度、スザクに不幸な出来事が起こりました。
先人の勇気と知恵が生み出した四カ国平和協定を踏みにじったミリテス公国の悪しき行為の結果です。この核も悲しく核も悲惨で核も不幸な事件により、我々は多くの友を失いました。しかし今私は皆さんの前に立ち語りかけています。皆さんの持つ心、我らの大地ルブルムとスザクのクリスタルを守ろうという崇高にして純粋な思いにより魔導員を取り戻すことができたからです。この偉業を成し得たスザクの勇敢なる戦士たちに心より感謝の意を表明します。ですが戦いの半ばで倒れた人々のことも決して忘れてはなりません。まだルブルムの領地を不当に占領しているミリテス公国軍から村を町を住人を解放することに力を合わせることで合意いたしました。これはルブルムのみならず、オリエンスに与えられた試練です。皆さんは今日のこの日をオリエンスの新た…院長、